の番だな。どうしようかな。ドイツにしようか。行くぜ。わかりました。よし、撃破。マリンチェ。来た。逃がさない。えい。俺の番だな。だってよな。手間をかけさせやがって。かっこよく決めてやったぜ。ターゲット確認。大丈夫だ。ターゲット確認。俺の番だな。これも戦術さ。ターゲット任務失敗。魚類を甘く見ない。
くぜ。いっかっこよく決めてやったぜ。電話とかの外部端末に繋がなきゃいけないし、エナギアをケーブルで繋いでっと。うん、これでよし。よかった、ここからならこの町の管理サーバーにアクセスできるみたい。プロテクトも一昔前のものっぽいし。よし、侵入できた。ほとんどのデータが壊れてる。あ、けどこれなんだろう。見つかったデータはこれだけか。けどこの記録を書いたの、この間見つけたのと同じ人かも。おい、ギアッチ、何してんだ。先に行くぞ。ごめんなさい、今行きます。まだまだよ。食べられちゃうよ。
お前らも危ないのにわざわざここに残ってくれてたのか。サンキューな。気をつけてください。とっても強そうなのがいるんです。それなら心配はいらねえ。こっちには助っ人が2人もいるんだ。そうだよ、私とネペヒアがいるんだもん。モンスターの1匹や2匹任せてよ。はい、任せてください。そういうことだ。肩がついたら呼びに来るから安全なところに隠れてな。うわ、何ここ、いかにもなモンスターがいっぱいいるよ。こいつらが海を襲ったモンスターか。どんな奴らかと思えば雑魚ばっかじゃねえか。うずめさん倒せる？答えるまでもねえ。行くぞ、ネプチ、ギアッチ。俺は負けない。そいつらを守るために。死ねずにしてやんよ。心配と苦労をかけた。このくらいのこと気にするなって。それにお前に紹介したい人もいるしな。紹介したい人かい。ネプチ、ギアッチ、改めて紹介する。こっちに来てくれ。こいつが海王だ。紹介したい人というのは君たちか。まずは助けてくれたことに礼を言わせてくれ。ありがとう、感謝する。この見た目なのにセリフも声が渋くてかっこよすぎだよ。どうだ、かわいいだろ。かわいい。そうそう、な
ズメ絶対流行ると思うんだ。ネプギア可愛いと思う？うん、全然。ウズメ口調口調。まあなんだ、つまりそういうことだ。しかしウズメ以外の人は初めてだな。てっきり全滅したと思っていたよ。初めて全滅？うん、どうやらそちらのお嬢様方はまだここの状況を飲み込めていないようだ。奴が戻ってくる前にどこか安全なところに移動しよう。話はそこでだ。奴？奴って誰だ？どうやら感づかれて戻ってきたようだ。こいつはあの時仕留め損なった奴じゃないか。どうしてここに？多分ですけど、私たちから逃げてこの町に来たんじゃないでしょうか。なるほどな。てめえの爪の甘さで海尾に迷惑をかけるなんざ情けねえ話だ。ウズメ、相手は手負いだ。やれるな。当然だ。レベルアップ。やったー、勝ったー、大勝利。ネプッチたちがいてくれたおかげで超楽勝だったよ。うい、これで今度からは心置きなくデカブツとタイマンを張れるぜ。が来た時はどうなるかと思ったよ。ウズメさんにはなんてお礼を言ったらいいか。だから気にすんなって。お前らだってシェアクリスタルを見つけてくれたんだしさ。ウズメ、これを。ここのヒヨコムシたちが見つけてくれたものだ。ありがとな、みんな。では一度戻ろうか。みんな疲れているだろう。いいですよ。
を祝って乾杯！乾杯！乾杯と言いたいところだが、なぜ焼き魚パーティーなんだ？なんでって、そりゃ手頃な食材がこれしかなかったからだろ。いや、釣りだめといてよかったぜ。うずめが言いたいことはわかる。そしてここで一番手頃な食材が魚だということもわかる。しかし、これではとも食いではないか。それも川魚など。ああ、そうか、悪い悪い。うずめもこうして謝ってることだし、許してあげなよ。後で私がお清めあげるからさ。お清めか、それならいただこうか。せっかくのお祝いなのに凝ったものが用意できなくて。簡単なお菓子とかなら作れるんですけど、ご飯となると作ったことがなくて。リアッチが気にすることではないさ。その気持ちだけで俺は十分だよ。ところでお二人はいつも何を食べているんですか？やっぱり缶詰とか携帯食料ですか？そういう日もあるけど、普段はうずめがありものの素材で作ってくれるのさ。といっても、取れた素材に火を通しただけの簡単なものだけどね。おー！まさにサバイバル生活ってやつだね。じゃあ、イナゴとかヘビとかカエルも食べたりするの？ねえプッチ、それはさすがにないって。カエルとかキモすぎ。うずめ副長、さすがにそんな下手者は俺でも無理だな。でもそういう下手者を豪快に食べるのってかっこいいと思うな。かっこいい。ねぶち、今かっこいいって言ったか？になるとかっこいいのか。なら今度挑戦してみるか。って騙されちゃダメですよ、うずめさん。お姉ちゃんも変なこと言ってうずめさんを乗らせちゃダメだってば。ごめんごめん、つい。そうだ、うずめ、ひよこ虫たちから今回のお礼だとこんなものをもらったのだが、どうだい？いえ、しいたけじゃねえか。串に通して炙って食べると美味しく、そしてそれを豪快に食べる姿はかっこいいと思うよ。ダメだダメだ、椎茸ばっかりはなんて言われようが絶対ダメだ。まったく、相変わらず君の椎茸嫌いには困ったものだ。お爪さんって椎茸がダメなんですか？あの食感と舌触りだけはどうしてもダメでな。煮ても焼いても美味しく、そして干せば出汁も取れる便利な食材だというのに。だとしても椎茸だけは絶対ダメだ。さて、お腹も膨れてきたところで、そろそろ二人にこの町、いやこの国の状況を説明しようではないか。助けてくれた例もある。君たちが望む情報を教えるため、君たちがなぜこの町にいるのかを教えてくれないか。っていうわけで困ってるんだ。なるほど、だいたい君たちの境遇は理解した。別の大陸から来た、実は地下に国があってそこから出てきた、もしくは全て彼女たちの妄想か。いくつか仮説は立てられるが、おそらく一番可能性として高いのが別の次元から来た、だと俺は思う。また別の次元に来ちゃったのかもしれないのか。またということは、ネプッチはこれまでにも
別の次元に行ったことがあるようだね。ちょっと前に行ってきたばかりなんだ。いや、その時は元の次元に帰るために苦労したよ。時間の流れが緩やかなせいで何年も向こうにいたからね。なら、ほぼ確定だろう。じゃあ、どうやって帰ろう。別の次元にいるんじゃ、イーサンさんとも連絡が取れないし。落ち込む必要なんかないよ、ルプギア。ここがどこか分かっただけでもいいさ。場所が分かったなら、あとはそれに合った方法を探せばいいだけだよ。けど、どうやって探そう。アミオさん、本当にモンスター以外の人は誰もいないんですか。遠くに避難しているとか。そういえば、他の国の女神様はいないんですか。すまないが、俺が知る限り、女神はうずめだけだ。けど、前は人がいたんですよね。ネットにはその痕跡がありましたよ。ああ、確かに昔はいたんだ。でなければ、俺が君たちを人間だとは思わないさ。だが、俺が生まれた時には、すでに世界はこんなありさまでね。だから君たちを見た時はとても驚いたんだよ。どうして世界がこんな風になったのか誰も知らないんですか。ウズメはデカ物が原因だと言っているが、それ以外にも原因があると俺は思っている。それならこれを見てください。壊れてますけど、ネットで見つけたんです、うん、これは日誌のようだね。ところどころ文字がバグっているが、実に興味深い。ウミオさん、私、この世界のこと、調べようと思うんです。なら、微力ながら俺も力を貸そう。もしかしたらこの世界を救う、新しい発見があるかもしれない。ありがとうございます。ところで、先ほどからウズメが静かなようだ。眠っているようだ。疲れている上にお腹も膨れれば眠くもなるか。二人とも疲れているのに付き合わせてしまってすまないね。いいえ、気にしないでください。そういえば、ミオにウズメのことで聞きたいことがあるんだけどさ。ウズメってたまに性格とか口調が変わるよね。これってなんで。あの子は無理をしているんだ。無理？元は女神カゴのような明るい性格の女の子だったんだよ。性格は軽くても根は真面目な子だったからね。それではこの滅びに向かう世界で暮らす俺たちの心の拠り所になれないと思ったのだろう。このサバイバル生活や戦闘の中で性格も口調も徐々に変わっていったんだ。娘さんにそんな過去が。だからかっこいいのにこだわってたんだね。彼女の中ではかっこいいイコール頼りがいがあると思っているところがあるからね。でも人の性格っていうのは簡単に変えることができないからね。もともと夢見がちで妄想癖のある子だったせいか、そういう時によく素に戻るんだ。確かにそういう時に限って性格特徴が変わってましたね。さて、今日はもう遅い。これからのことは明日起きてから話そう。君だ。そうですね、戦ったせいか疲れちゃったかも。それではおやすみなさい、ウミオさん。おやすみ、また明日ね。
ああ、おやすみ。いい夢。